おお、エクスデスの演説イベントですか。あれ、二人ほど足りない。ああ、ストーカーとフォーボスですか。いや、そんな家みたいな。今度はスマホ版ですね。ええー、一人しかいない？はい、ということで、本動画ではこのイベントで遊んでみます。では、まずおさらいです。エクスデスの演説イベントは、封印上空ザーで初めて武器を解除し、封印の間を出たタイミングで発生します。ちなみに、このイベントがあるからか、封印の間ではテレポが使えません。ちょっとした小ネタですね。伝説の武器の入手は、シナリオ上必須ではないので、イベントを見ずにシナリオを進められます。では先にボスを倒しておくと、後からイベントを見た時に、そのボスは、いるのか、いないのか、というのが本動画の趣旨です。ではやっていきましょう。まずは、石板を守るボスから倒していきます。最初はストーカーですね。サクッと倒して、武器入手して、演説イベントです。あ、ストーカーがいない？事前に倒しておくと、ちゃんとイベントに反映されるんですね。次の石板ボス、VV3 兄弟も倒してみましょう。V？ こいつらは、断絶剣が効きます。ボスとは一体？ちなみに3兄弟のうち、トライトンが代表のイメージがありますが、イベントではフォーボスが登場しています。ストーカーや赤い人らとの色合いの問題ですかね。では、ストーカー、三兄弟を倒した状態でのイベントです。あ、フォーボスもいなくなった。私たちが、って、一人しかいないよ。では最後の石板ボス、通称赤い人です。名もなきモンスターなんですよね。リバイアさんとは、戦闘を避けることができます。平和主義。さあイベントはどうなる？あれ、発生しない？そうです。石板ボスを全員倒すと、イベント自体が発生しなくなります。確かに、セリフの担当がいないですからね。これにはもう一つ小ネタがありまして。普通は第2、第3、第4の順に、石板を入手していきますが、第3と第4は、攻略順は自由なんです。そうか、潜水艇を入手すれば、どちらも行けますもんね。ですので、フォーボスを残し、ストーカーと赤い人を倒したら、イベントはどうなるか、を試してみます。第3以外の石板を所持しています。フォーボスだけ残すんですね。ギョエーからの武器入手して。さあイベントはどうなる？あれ、なんかおかしい。赤い人が生き残っていて、逆にフォーボスがいない。はい。クラブ管理として、ピラミッド含めて3枚、石板を持っていたら、
ストーカーとフォーボスを消しておく、という処理になっているようですね。第4の石板は先に入手できる、という点の考慮漏れですね。石板ボスは以上です。ではここからは、次元の狭間のボスも消えるのか、試してみましょう。伝説の武器をスルーして、次元の狭間へゴーですね。まずはカロフィステリだけ倒して、伝説イベントを見てみます。あれ、カロフィステリ残っていますね。そうですね。残りのボスも倒してみましょうか。伝説の武器を一つも入手していないと、ラスダンのボスは大変な気がしますね。いや、工夫次第でどうにでもなりますよ。調合でレベルを上げてダメージを増やしたり、敵の耐性の穴をついたり、自爆させたり、はぁ、自爆したネクロフォビアまで全て倒しました。さて、どうなるでしょうか。全員残ってる。次元の狭間のボスは、先に倒してもイベントでは残ってるんですね。そのようです。でもこれ、バグ化しようか、って言ったらバグじゃないですか。まあ確かに。スマホ版ではこれが修正されています。つまり、先に次元の狭間のボスを倒したら、演説イベントでちゃんと消えています。なんと。試してみましょう。まずスマホ版でもストーカーとフォーボスを倒し、イベントから消えることを確認します。スーファミ版と同じように消えましたね。さあ、ここからが本番です。まずカロフィステリだけ倒して、イベントを見てみます。さあ、どうなるでしょうか。カロフィステリが消えてる。スーファミ版と演出が異なりますね。残りもどんどん倒していきましょう。アパンダ、アポカロプス、カタストロフィーまで倒して、イベントを見てみます。またひどい倒され方してる。倒した敵はちゃんと消えていますね。だいぶ減りました。では最後、残ったボスも全て倒してみます。
さあどうなる？赤い人以外全員消えた。魔物たちよ、と言いながら、参列しているのは一体だけ。中二の武器が奴らの手に渡っては厄介だ。渡る必要はなかった。ここまでやれば、イベントを台無しにできたと言えるのではないでしょうか。見た目的に、Xデスの面目丸つぶれですもんね。せっかくなので、もう少し遊んでみます。次元の狭間のボスは、アポカリオプスとネクロフォビアはスルーできますので、それ以外を倒してイベントを見てみます。親の顔より見たイベント。もっと親孝行して。微妙な隙間が。集合写真だと、そこ、もっと寄って、と言われそうな。仲悪そう。以上、Xデス演説イベントの小ネタ動画でした。本動画の感想や、思い出に残っている小ネタや裏技など、ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。